この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌ツーンの提供でお送りします。皆さんこんばんは。こんばんは。5月31日火曜日の午後7時を回りました。キラキタ FM 札幌村ラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。この番組はきらめく北海道からインターネットを通じて全国へも発信する参加型のバラエティ番組です。お相手は私山田大輔と海坊主と牧野旦那でお送りします。お面はお面、お面カバンの中入ってます。いや、カバンの中入ってんならどうしてスタジオに入れないの？カバンの中に入ってます。いや、だからね、ええ、カバンの中に入ってるものはどうしてスタジオに入れない、はい、何のためにカバンの中に入れた？今日は寒いって言ってましたね。何のためにカバンの中に入れた？使うためです。ですよね、はい、どうしてこない？寒い、だから寒いらしいです今日。だって寒いでしょ。午後6時現在の札幌の気温が 12.7 度、はい、で札幌市内今注意報出てます。大雨洪水雷の注意報が出ています。どうぞお気をつけくださいね。海坊主さん、そうです、だから寒いんですよそれならお面もカバンの中にってなりじゃないですか、うん、いやさっきそのね雷のお話ですよ、はい、ね、ここの札幌村ラジオのスタジオ来るまでに牛乳パックで紙相撲やってたんですけど、木田商店さんのハッピールームで札幌市北区篠路にあるね、うん、ハッピールームでやってたんですけど、うん、近くに雷がトーンして、なんかトーンして落ちましてね、トーンっていうわけですよ、うん、近くに落ちた時の音ってこんな音だったかなっていうぐらいの音がしてトーンって言って言ってないですけどね分かりづらいですね、ガラス。なんかね、まあ、直接そんな聞いたことはないけど、はい、ピストルで撃たれたような感じ。トーンなんか乾いた感じの音しましたね。そうですね。で、多分ですけど、雷としてはそこまで大きくないんだろうなと思う感じですよね。近くはあるけれども。うん、で、そしたら停電が起きまして。ね、もう牛乳パックで紙相撲も約5分くらいの間、はい、電源が落ちまして、はい、で牛乳パックで紙相撲の中継は、まあ、ご覧になってた方も多かったんですけど、はい、申し訳ないことに延期とさせていただきました、ね、ちょっとシステムの、ね、立て直しまで時間がかかってしまいまして、はい、このラジオまで間に合わないという判断をしまして、うん、まあ、順延ということで来週またやるということになったんですけどね、まあ、途中までやってたんでね、はい、なのでそれは録画でちゃんと残ってるんですけれども、うん、ねえ、強い雨が降りました午後の時間帯、はい、で、午後7時現在のこれ今気象レーダーが私の手元のところにあるんですけれども、うん、札幌市内はですね、30分前に比べると強く降ってるところは減りつつあります、はい、で、この東区のエリアも一部を除いてほぼ弱まってきているというような感じになっています、うんうん、ですがこれからまた雨雲の様子というのはね、うん、刻一刻変化していくかと思います。今現在強く降っているエリアが、北海道内恵庭市ですね、札幌近郊ですと、はい、恵庭市のあたりで強く降っているようでありますが、札幌市内は、うん、それほど極端に強く降っている土砂降りのような箇所は少ないとこのレーダーでは出ています、はい、ですが、まあ、本当急な、ね、雨でしたし、うん、雷にもこの後も ね引き続きお気をつけいただきたいと思います、はい、予報としてはこの後少し落ち着くというふうにはなってはいますけどね、うん、引き続きお気をつけください。警戒をしてください。さあ、今日なんですが、まずその前に、はい、ユーストリーム、そしてツイキャスですね、配信が、はい、始まってます。はい、コメントを皆さんありがとうございます。銀平さん、フールハミタさん、こんばんはということで、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。レイクスチェンジさん、こんばんは。関東曇りでしたということで、うん、24度、もしかするとこれから、雷とかなりそうです。北海道なんか、雪とか降ったらしいですが、北海道雪降ったところあるんですね。札幌に関しては降ってないんですけれども、ちょっと調べておきます、はいはい、今の天気とかどうでしょうかということでね、まあ
先ほどからお話ししている通り、まあ、雨が降ってね、雷ですとかもなってる場所もありますよということでね、そちらもエクシェンさんの方もね、大丈夫でしょうかね。いやでも本当その5月も今日で終わりますけど、その北海道で見たら確かに5月の頭って雪降ってる場所降ってたんですよ。で、まあ半ばあたりではすごい暑くなったりね、まあ、夏日真夏日って言われてる場所もあったり、はい、でまた今日5月の締めくくりはこんな感じですよ、うん、だから激動の5月ですよ。だからウェザーだけで言ったらね、ウェザーだけで言ったらねそれはどういうことですか。どういうことでもないですけど、ただ言いたかっただけですけどね、うん、天気だけで言ったらやっぱり激動の北海道この1ヶ月間だったと思いますけれども ね、うん、ちょっと今どこで降ったかっていう情報がね、はい、はっきりしてないんですけれども、ただ峠屋山間部に関しては、はい、この後に関しても、はい、雪が降る箇所が、うん、あるかもしれないということなので、はい、これね峠越えする方はね、はい、タイヤ当然もう夏タイヤにしていらっしゃるかと思うので、はい、これお気をつけいただきたいと思います。なんたってねこれもう明日6月なんですけど、はい、なんか寒波だもんね。そうですね、どっちかというと。だからその5月の暑かったのが嘘かのようにね、うん、6月の始まりはちょっと寒いんじゃないかなと思いますけどね。そうなんですよ、でこのあと1週間くらいは、はい、北海道内は、うん、どちらかというと寒いという気候になるそうですので、本当体調管理とか、うん、あるいはね今日みたいなねこういう雨とか降ったりするとね、うん、やっぱり災害につながってしまう可能性もあるので ね、お気をつけいただきたいなと思います。あとエクシンさん、パレードさんスーパーマーズ見れるかどうか占ってほしいですと、うん、じゃあ後ほどね占います、ね、今日そうなんですテーマ、はい、いいこと言ってくださいましたね、うん、今日のテーマこちらです、トークテーマが火星旅行、価格はいくらなら行きたい、うん、火星旅行、火星ですね、火星がただいま地球に接近中でございます、はい、今日なんですけれども約2年ぶりに地球に再接近します、うん、それでスーパーマーズという表現になっているんですよね、うん、月が地球に接近するとき、うん、スーパームーンって聞いたことあるんじゃないでしょうかね、はい、それの火星版です、うん、それの火星版、うん、だからスーパーマーズ、はい、そこでもしも火星旅行があったなら価格はいくらなら行きたいですか。お気軽にメッセージお待ちしています、うん、メールこちら813@札幌村.jp813@札幌村.jp、 そして、配信サイトご覧の方、ユーストリーム、ツイキャスご覧の方、コメント欄にご参加お待ちしています。火星旅行価格いくらだったら行きたいですか、お知らせください、ね、いろいろ夢とかも、そうですね、行ったらこういうことしたいとか、うん、そういうのも含めて、書いてみていただければありがたいです。では1曲お届けします。曲紹介お願いします。はい、私海坊主がドラムで所属するバンドマインドワーカーで、あの時のように。
インドワーカーであの時のようにお送りしました。この後火星旅行いくらなら行きますか。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手私山田大輔と海坊主と牧野旦那でお送りします。それなんすかそれどういうことですか。どういうことってなんすか。どういうことも何も旦那ちゃんが今ね、うん、旦那ちゃんもいますよっていうやつです、うん、おめえ持ってきましょうかなんで今のしか持ってこないんですか持ってくる気なかったんでしょカバンには入ってんすよちゃんと。持ってくる気ないから今の時間そうそうそう、ね、ずっと座ってたんでしょずっと座ってましたね、ずっと座ってましたよ、ね、持ってこなきゃっていうふうに思ったら、うんはい、すぐ立ち上がったはずだもん。そうです ね, ね持ってくる気はなかったと思いますねキラキタピックアップトークです。このコーナー一つの話題についてレギュラーメンバーとお聞きの皆様で一緒にトークをしていこうというコーナーです。今日のテーマはこちら、火星旅行価格はいくらなら行きたい。火星がね、ただいま地球に 最接近ということで、今日約2年ぶりに地球に最接近しています、うん、スーパーマーズ、月が地球に最接近するスーパームーンの火星版です。そこでもしも火星旅行があったなら価格はいくらなら行きたいですか。お気軽にメッセージをお待ちしています。これまだいいですか、こちらで喋ってても。はい、いいですよ。ですか、はい、まずそれね、お待ちしてますよ、うんはい。メールこちら、813@札幌村.jp、813@札幌村.jp、そしてタイムライン、ツイキャス、ユーストリーム、コメント欄に書いてみてください。火星旅行、価格いくらだったら行きたいですか、教えてください。あと、火星で、価格以外にね、火星で何かしたいとか、うん、そういうのありましたら教えてください。はい、ではフルハミットさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。火星は50万あたりですねと、うん、確か火星の土地、まあ、夢ロマンという意味で、うん、1200坪3000円で売りに出てましたから、それとセットで購入したいですねと。おお、1200坪3000円で売ってんすかそういうね、あるんでしょ。おお、しかもこれ誰にお金払えば誰が売ってくれるんですか。誰が権利持ってんだろうね、火星の。そうそう、火星誰のものなの、誰のものなの、火星は誰の、そもそも誰にこの1200坪3000円のお金が入るんですかこれ。ねえ、火星だって火星の大王みたいな人がいるってことでしょ。火星大王火星大王が火星大王に火星大王会ってみてえな。火星大王に3000円をお支払いすればいいわけですよ、うん、火星大王だから1200坪3000円っていい値段。火星大王どんな顔してんの、うん、今何顔作ってんの。作ってたぶん大丈夫、見えないんだよ、見えない。ユーストリームとラジオ聞いてる人は一切わからないんだよ。ユーストリームとツイキャスをご覧の方だけ突然黙り込んで何してんのかと思ったら突然顔をやってましたもう一切だからユーストリームとツイキャスをご覧の方以外には一切わからない。大丈夫ですらわからない。そうだろ、ラジオ聞いてる人なんか放送事故かってなったよ今。火星大王はあれですよ、もう皆さんよくね、うん、火星人って言ったらクラゲみたいな、うん、なんか足ニョロニョロって出てて、うん、なんか赤はありがちな宇宙人みたいな、ね、宇宙人みたいな、うん、あれの大王版ですよあれにだからヒゲとか生やしてごらんなさい、うん、で王冠かぶらせてみなさい、うん、俺も火星大王エクシェンさんそうだね、こっち今曇りですねということでスーパーマーズ見れませんね。まだ占ってないですよエクシェンさん、見れないかどうかはちょっと占ってないですか。こう後でね、今日ね、うん、天気が急変して雨が降ったり、はいはい、ってことは逆もあるんだよ。逆もあるかもしれないですからね、いきなり晴れる、うん、あるかもしれないですよ。でエクシェンさん、そういえば月の土地とか買えるんだよねということで、うん、月の土地ね、あれだから贈り物としてロマンがあるわけでしょ、女性に、ね、うん、女性にここの月の土地買ったよって。あれ場所何説明できんの、月 の, あの5条2丁目なんだよね、うん、ってね、例えばこの火星もそうですけど、その、うん、なんて言うんだろう、1200坪3000円とか月の 5条2丁目とか、うん、日本規模で考えていいのそういうの
いや、なんか場所分かった方がいいじゃん。いや、で分かるんだから、あれですよ、図面みたいなのやってこの辺です、あなたの土地はこの辺ですよってくれるじゃないですか、月の土地も。うんうん、5条2丁目とかじゃないですよ、5番の目でできてるわけじゃないんですよ、月だって。じゃあどうしよう、5番目にしたらいいじゃん。いやだから月もだからじゃあ誰の持ち物かっていう話になってくるわけですよ。火星大王しかり月大王ですかこれ。そうしたら月プリンスですか、うん、月プリンス。じゃあ月プリンスどんな感じなの教えて。見えないんだよこっちから。ラジオ聞いてるとまた放送事故だと思ってるよ。ユーストリームとツイキャスをご覧の方しか見せてない特典映像。これみんなモヤモヤしてんだよ。僕もだから見たかったらもう放送ご覧ください。もう動画でちゃんと今月プリンスの顔、月プリンスの顔を今知らせました。じゃあちょっともう一回火星大王知りたいな、ちょっと月プリンス変化あんの、みんな。みんな変化あんのこれ。ちょっと教えてくださいよ、ユーストリームとツイキャス見てる人。変化はありますよ。変化あったの今。微妙な変化はありますよ。分かんないんだよこっちからしたら。火星大王の方が凛々しいんですよ。月プリンスはちょっとシャキンとしてる感じ。そうなの、キリッとしてる感じでイケメンですね。そうなの、だから皆さんの感想聞きたいわ、うん、そうですね、待ってます待ってます、ね、だからその月プリンスに月の土地のお金払えばいいんですかこれ、うん、ねえ、どうなの、だってそういうの誰の持ち物なんですか星は。うん、誰なんだろうねそういう、クリスティンさん火星旅行するんだったら500万円以上かなということ、500万円以上かな、以上出せる、以上でも出せる、出せるっていうことですね。そうなんだ。で火星旅行ってちなみに何ができるんですか。何できるんだろうね、うん、それも含めて、そうそう、それによって500万円以上価値あるかどうか、クリスティンさんキラキタ YouTube でもアーカイブ見れますよ、ありがとうございます告知。ありがとうございます。タイムラインで、そうそうそう、ね、YouTube でもアーカイブが見れるんでね、うん、ぜひそちらでもよろしくお願いします、フルハミットさん、はい、アメリカのルナカンパニー社が販売しています。火星ですね、火星の土地、うん、ちなみに月の土地も売りに出てますということで、うん、じゃあアメリカのルナカンパニー社が販売してるってことですね、うん、そうなんだ。じゃあ火星大王に3000円払えってことじゃないですね。いやだからルナカンパニー社からの火星大王じゃない、はい、じゃ あの地球上では一応ルナカンパニー社が経由してるけど、そうそうそう、受け負ってるけどみたいな。ルナカンパニー社は、うん、そこにマージンかなんか、そうそうそう、お金を火星大王に払ってるんですね。そう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 、そういうことか。だから下請けだよ、うん、下請けですね、ルナカンパニー社、ルナカンパニー社、火星大王の火星大王だじゃないと買えないじゃん。いやだからそうっすよ、ね、そんな勝手に、だって火星はだって地球の人の、ね、星って勝手に地球では決めてますけど、うん、もしかしたら火星大王が憤慨するかもしれないです。おいつお前らに会いたんだよみたいな。今の声なの？今の声。です火星大王。火星大王。ちょっともう一回。いつお前らに火星売ったんだよ。年齢どのぐらいなんですかね？火星大王って。地球人で？年齢どのぐらいなんですかね？地球人で言えば。言えば。地球人で言えば300歳ぐらいです。300歳。地球人で300歳ってじゃ誰？誰と照らせばいいの？誰ぐらいだなって思えばいいのよ。今だから火星大王が地球に来たら間違いなくギネスに乗ります、うん、乗るね。ついでだからちょっと月プリンスの声聞きたいな。月プリンスですか、うん、君たちに月は売れないぞ。何そのなんかお仕置きよって言いそうな今流れだったけど、ね、月に変わってお仕置きよ的なね、そこに出てきそうな感じだけど、そこに出てきそうですね。アイヌの仮面さん、アイヌの仮面さんみたいな感じ。なんだろうな今日の番組は。今日はだからね、だって宇宙規模の話してますから、そうそうそう、話もある程度宇宙規模になりますよ。皆さんついてこれてますかって言ったら。とりあえずあの顔とかねに関してはね、あのラジオ聞いてる方と私はねついていけてません。全部想像です。僕だったらね、うん、火星旅行でも何をするかにもよりますけど、火星のね、うんうん、例えばその火星ってあの映画とかでもいろいろ出てくるじゃないですか、うん、火星はこういうとこだよ、うん、みたいな、うん、そういうので見ると大体その酸素がなかったりとか、うん、まあ、あとは何て言うんでしょう、普通の人間じゃこう何て言うの、温度なのか圧力なのか分かんないけど、うん、耐えきれなくて体がぐしゃってなっちゃったりとかね、うん、そういうとこのイメージなんですよ火星は、僕は、ね、うんうん、映画で見るところのね、うんうんうん、そこに何をしに行くんですかね、うん、何かあるのかな、うん、
まあ、まずは宇宙服着ますよ、うん、で酸素もちゃんと吸えるようにしますよ、うん、でまあ火星の砂みたいなのとかは確かに持って帰ってみたいなと思いますよ。ああ、うん、で俺火星行ったんだぜみたいな。そうだね、火星行って戻ってきた。それでまた海坊さんモテるんだ。そうです、火星に行った男火星に行った男海坊だからそこでね、うん、ちょっと、まあ、100万ぐらいですかね、うん、でも実際そんなもんじゃ全然行けないでしょ宇宙旅行なんて。まあそうだよね、うんうん、もう何千万とかかかるんじゃないですかね、分かんないけど、まあ近い将来だとそういうことになるんでしょうけどね、うん、でこう、うん、地球の重力に慣れてないから、うん、やっぱりその地球に戻ってきたら筋トレしたりとかしないと体がなんかついていかないとか、そうだよね、そういうことね、いろいろあるじゃないですか、うん、火星って重力なんぼなんですかね、なんだっけな、 6分の1とか、うん、なんかそんなもんなんですかね、やっぱり地球より弱い、うん、そうそうそう、うん、ぐらいだったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、大輔さんどうですか、火星旅行行ったら何したいですか。火星やっぱりでも、うん、なんだろう、とりあえず、うん、あの写真撮る写真使えるんですかね。いやだからなんかその、うん、観光だからとりあえず写真みたいな、うん、だってあの火星って、まあ、そもそも明るいんですか。いや今はダメだけど、うん、将来的にはだから普通に、はい、さ、うん、写メ撮れるように住める環境になっているという過程だからこそ旅行じゃない、はい、まあまあまあ ね、うん、火星旅行じゃない、火星旅館とかってできてるってことですか。そう、うん、旅館火星とかさ、旅館火星っていうとこができてるんです ね、ホテル火星、そうホテル火星ちょっと待って上本さん、そのホテルのカテゴリーは大丈夫ですかホテル火星ちょっと心配になるんですけど、そのホテルのカテゴリーが。なんすか、そういうの心配。大丈夫ですか？心配する方が悪いんですよ。大丈夫ですかね？ベッドがなんか丸いなとかってことないですよね？ないですよね？ないですよ。ね。なんで考えすぎて、大好きさん何を考えてるか分かんない。いや、ちょっと名前がちょっとね。ホテル火星。どうかなと思うんですよ。全国探せばあるんじゃないかななんて。そうですね。思っちゃったわけです。そうですね。しかもどちらかというとファミリー向けじゃないんでしょうね。そうじゃないかなと思ってちょっと心配だったんですけど、どうすかね。銀平さん、海坊ツアーズで取り扱うとしたらおいくらぐらいなんでしょうか。ああね、かつてツアーコンダクターだった、ね、海坊さん、ね、海坊さん、海坊ツアーズでやるとしたらでもお手軽価格ですよ、やっぱり、うん、なんか十何万とかそんなもんですよ、はあ、彼はもうやっぱりどんなコース、コースはやっぱりまず札幌駅集合ですよ、うんうん、札幌駅集合で、うん、そこからロケットに乗ります、うん、札幌駅のロケットに乗ります、うん、札幌駅にロケット、まあ、ターミナルもあると、そうです、うん、ロケットターミナルがあります、うん、そこから 3,2,1 ボーン行って行った、うん、まずは太陽に寄ります、うん、太陽によるちょっと待って、はい、距離関係おかしくねえか、あ、火星の方が近くねえか、太陽によるって感覚なのか、太陽の方が遠いと思うんだけどだいぶ寄り道しましたね。そうです、まず太陽に寄ります、うん、でみんな暑い言いながらね、うん、ちょっとなんか冷たいアイスでも食べようよみたいな感じで、うんうん、太陽の暑いみたいな感じになってからの火星ですよ、うん、火星も暑いよね火星暑くなかったっけ。いや太陽の方が暑くないですか。いやそうだけど比べたらそうだけど、そもそも太陽に寄れるのかっていう話になりますけどね、うんうん、まあまあそこは海坊ツアーズですから、うん、やっぱすごいロケットと、うん、すごいスーツがあるわけです、うん、耐熱スーツ、うん、耐熱ロケット、うん、もうこれがあるから太陽にすら寄れる、うん、もう火星なんて逆に涼しい、だからどうすんだっつってんだよいいから能書きとかはクシさん、ツアーズで宇宙食ってありますか。あります。あ、そうそう、卵もうやっぱり海坊ツアーズなんだろうな、そ、卵多いね、扱うの、卵料理多いですから、来たあのアーカイブ YouTube で見れますから海坊ツアーズで検索してください。したらもうやっぱり宇宙食卵ですよね、やっぱり、うんうんうん、卵を使います。あれかい、だからあの卵焼き、卵焼き、太陽で焼いた、そうです、卵焼き、うん、サニーサイドアップですよね英語にすりゃいいってもんじゃないのもうゆで卵、太陽でゆでた卵、うん、ね、いろいろもありますよ、うんうんうん、で生卵もあります。生っていけるんですかね宇宙食それをな、うん、私に聞かれても困りますよあなたツアーを組むでしょ。そうですね、それ調べておきますツアーの宇宙で生卵いけるかどうか、銀平さん火星から見た地球ってのも見てみたいです。いいですね、
あーいいね。じゃあ海坊ツアーズに取り込みます。火星から見た地球ってどういう感じなんだろう。地球は青かったって言えるんですかね。ねえ、どうなんでしょうね。あれ、うん、火星大王、はい、はいるのかな。火星大王います。あれ火星大王と写真撮ったり、はいはい、火星大王のサインもらったりできるの。火星大王まずそれだからサインとか写真とかっていうのはまず地球の文化ですから、うんうん、それに火星大王を当てはめちゃいけないんですよ。まあ、火星大王のサイン見たいんだよね。今後だからどんなサインなの。火星大王ですからね、うん、まあ、火星大王のサインですから、やっぱりこう英語で書いてるんでしょうね。英語なんだ。英語です。火星大王英語です。じゃちょっとついでに来たいけど、月プリンスのサインどんな感じ。月プリンスはかっこいい。達筆月プリンスとか、ね、漢字で月って書いて日本人だったの。全部プリンス。プリンスも全部漢字です。月プリンスって書いてますから。そうなの。日本人ではないですけど日本人ではないですけど、あの日本と結構近しいらしいです、月プリンスさんは。そうなんだ、うん、へ。使う武器も刀らしいですね。そうなの、はい、武器持ってんの。武器使いますか、プリンスは。結構だからそれこそ火星からの侵略とかあるらしいですから。あ、火星対月。火星対王対月プリンス。だけどちょっと1対1じゃねえかそれ。火星対王対月プリンス。もう1対1だよそれ。もう長きにわたってそれこそ何千年何万年の月日を経て戦ってるわけですから。ねえ、水もでもやればいいのに。もう源平さん、火星大王ってマスクかぶってないでしょ。火星大王っぽいマスクだもんなこれな。ほんと宇宙人パレードさん。ちょっと火星大王ちょっと見せて、リアルなの。どんな感じ火星大王。どうも宇宙人パレードです。パレードさんじゃんそれ。こう火星大王ってこんな感じですよ。見たことあんの。見たことあります。こんな感じって赤い感じなんだね。赤い目出し帽みたいな感じですけどね。赤い目出し帽みたいな感じ。わかりやすいな。さよなら。多分今みたいな顔の感じですよ、うん、きっとね。そうなんだ。でこれに王冠かぶってタコ中的な感じ、ね、タコ中的な感じです。皆さんご想像通りのその辺を裏切らないのが火星大王。ホテル火星でね。ありがとうございました皆さん。ちなみに、はい、火星旅行、はい、実在します。お、オランダの非営利団体、はい、マーズワンっていうところが、うん、火星への片道旅行の参加者を募っていました。片道旅行はひどい話ですね。寄せられました、なんと20万人の応募の中から最終選考に24人が残りました。20万人帰ってこれないんだよだって。で、それぞれ4人で構成される6グループに分かれて、この24名は2024年から2年ごとに火星に向けて出発して定住を目指すということです。大丈夫。これね、詳しく調べると理由があるみたいで、なんで片道なのかっていうと、もう帰ってこないっていう体だそうです。いやその人たちはそうですよね、はい、帰ってこないでしょうから、ええ、でも帰ってきても、はいはい、あの長い期間をかけて行って長い期間をかけて帰ってくるので、うん、もうあの重力の、その先ほどの話ゆみさん言ってた、うんうん、重力の差の問題で生きていけないそうです、ね、うん、やっぱ地球ではそうなっちゃうんでしょうね。だから片道切符なんですって。切符というか旅行。でも定住って、はい、さっき大輔さん言ってたその火星5条2丁目みたいなのあるわけじゃないじゃないですか。ないんですよ。何、自分で耕していくんですか。その通りです。無理です。そのための選ばれし24名です。どんだけ大丈夫ですか、引っ込んじゃって。あまりの驚きで。だって24人じゃどうしようもないでしょ。火星舐めてるでしょそれ。24人から始まります。24人で火星投稿できると思ったら、もちろん火星大王が起こりますよ。憤慨ですよ。地球だって2人から始まったんです。アダムとイブですか。はい。それを考えればロマンテックなこと言い出して。24人は多いじゃないですか。あ、そう、なんか大輔さん、アダムとイブを語る派なんですか。あなた、アダムとイブ派。火星は24人から始まるんです。厳密に言うと、ロックグループに分かれるってことは4人から始まるんです。そういうことですね、はい、最初4人、はい、あ、それ男女
どうなんでしょうかね、なんか選ばれし24名どんな方なんでしょうかね。テラスハウスみたいな感じで、あのマーズハウスみたいな感じで、ね、ドラマになるんじゃないですか。それもう始まっているわけですよ、そういう意味では。そのドラマはそういうことですね、はい。いやーいいなー、まあ、そういったことにね、はい、夢を馳せながら、はい、スーパーマーズ、ちょっと天気がね、はい、天気なんですけれども19時30分以降、うん、ちょうどこの時間、おお、はい、今19時34分、うん、大体このぐらいから南の空を見上げると、うん、見えるそうです。火星が見えるそうです。ちょっと今見えない、スタジオからちょっと南の方角壁なんですよ。いや、その前にあの、うん、雲がなんでこういう日に限ってこんな天気悪いのか、日本全国どこでもっていうことなんで、はい、ぜひね、南から、まあ、南東の方っていう話ですけど、はい、ご覧いただければと思います。ぜひ、まあね、そういうね、火星、うん、まあ、いろいろね、夢のある、夢のあふれるロマンの世界でね、はい、ちょっとご覧いただいてみてはいかがでしょうか。銀平さん、最後24人で終わる可能性も点々ってこらこらこらというわけで、はい、今日はね、火星の話でございます、うん、ございました。火星旅行、価格いくらなら行きたいかということでございました。コマーシャルの後は北海道大雪山雪の水の話題です。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。東牛乳パーク、西神津も。はい、どうぞ。ぶつかった。タッグが熱い。タッグが熱い。実況中継は牛乳パック神津もで検索。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手は私山田大輔と海坊主でお送りしております。北海道大雪山雪の水のお知らせ、皆さん飲んでますでしょうか。採水から外気に触れることなく大山から得た美味しさを保ってボトリングしているという北海道大雪山雪の水は上川町の大雪山麓で採水されています。さあ行きますよ皆さん、何水と書いてみてくださいね。タイムライン上顔文字とかも加えてみてください。いきますよ。北海道大雪山雪の水は癖のない軟水で、せーの、軟水。口当たりが良くて、お水もちろんね、飲み水としてはもちろんなんですけれどもね、さまざまな用途には使いいただけます。料理とかにもいいんじゃないでしょうか。まあこれから、まあね、暑くなってきたりしたらね、めんつゆね、いいですね、割るのとかもいいんじゃないでしょうかね、はい、ぜひぜひお使いください、ね、ぜひあとあの火星旅行にも持ってったらいいんじゃないかな、ね、水分大事ですから、ね、火星だよにぶちまけるっていうのもあれですから、ぶちまける。じゃあ何、どんな顔すんの火星だよ。分かんねえよラジオの人。これなんかユーストとツイキャスご覧の方だけに。え、じゃあスキップリンスにかけたらどんな顔すんの。やめとまえ。言った今ね。顔もしましたよ、ね、今のはラジオの方も分かったね。やめたまえっていう顔してる。以上、北海道大雪山雪の水のお知らせでございました。この後上相撲ニュースです。
FM 札幌村ラジオキラキタお送りしています。牛乳パックで紙相撲ニュースです。私どもが地域世代間交流をテーマに開催しています北海道発牛乳パックで紙相撲、全国の交流会などで集った力士が横綱を目指して戦うインターネット実況中継、視聴者数は延べ20万人以上、目指すは2019年の両国国技館大会です。今日ね、はい、先ほど、まさかの、うん、雷での順延となりました、はい、6日目の取り組み、中日5日目はやりました、はい、6日目がねまさかの順延でした。屋内でやってるので、はい、その屋外の天気なんて左右されないだろうって大思いかもしれないですけれども、うん、雷ってやつはね停電を起こすんですよ停電しましたからね5分ぐらいかな停電したのは、ね、停電しました。全てのシステムがダウンしまして、ダウンしました。もう何でしょうね、停電した時の電気とか全て消えた時の虚しさ我々は電気でかなり救われてるんだなって。いや電気って大事だなって思いましたよね。ええー、一瞬立ちすくみましたもんね。そうですね、うん、いやでもやっぱりその雷落ちた瞬間って近かったのは分かってたので、うん、まあ予想はできてはいたもののこんな感じで落ちるんだなっていうのを感じましたね。落ちてから雷が落ちてから、はい、30秒から1分ぐらいでしょうかね、あれちょっとした時間差があったんですね。ね、落ちてから落ちましたね電気が。札幌市北区篠路で、開催しています、この牛乳パックで紙相撲、篠路のね、はい、木田商店ハッピールームという場所をお借りして、配信をしてるんですけれども、そこが停電になってしまいまして、うん、そのエリアがね、はい、その結果6日目は順延となりました。来週お送りします。来週だから6日目と7日目の配信ということになります。どうか皆さんご了承いただければと思います。でもまあ紙相撲的にはこれ展開はとても面白くなってるんでね今ね。そうですね、ぜひぜひ、中身まではご覧いただけるんでぜひご覧ください、はい、あと、相変わらずアベマ TV フレッシュではたくさんの方ご覧いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、今日こそちゃんとできると思ったのにそうですね、うん、もう古いにできず、いまだかつて受けたことのないこの雷による停電ねえ、はい、こんなこともあるんだなと思いましたけどで、やっとですけど、はい、テレビにも出ます、はいはい、HTB 北海道テレビの人気バラエティ番組おにぎり温めますかに出演です、はい、オンエアはね6月の14日または21日からというふうに来ています、はい、なのでいよいよですよ。いよいよですね。再来週、早ければ。そうですね、早ければ再来週ね。やっと射程距離内に入ってきました射程、まあいいや、ね、おにぎり温めますか部屋という部屋の力士も、はい、もういますので、はい、ぜひ牛乳パックで紙相撲の実況中継ご覧いただければと思います、うん、録画も見れます。 YouTube で見れますからね。もうおにぎり温めますか部屋からは札幌川の海、はい、2人組のオクラホマさんのね、はい、うちの藤尾さんが作った、はい、川野さんの力士ということになります。す札幌川の海、はい、顔がねもう川野さんそっくりというふうになってますけれども、うん、十両に昇進して今頑張ってます、はい、今日はねインタビューコーナーがあったりしましたんで。そうですね、ねえこれぜひ川野さんぜひご覧ください。そうですね川野さんどんな声してるのかなっていうのをぜひご覧ください。ぜひ、いいですか、オクラホマの川野さん、はい、ぜひご覧ください、はい、そして、その後、全てのお怒りは海坊主に向けてください。はい甘んじて受けます全てこれをご覧の方は牧野旦那ちゃんのモノマネのクオリティを見た上でご想像ください多くは語りません。甘んじて受けます。あとおにぎり温めますかのね、はい、この6月14日または21日 の番組の中もとっても面白くできてるんじゃないかなと思ってるので、はい、ぜひご覧いただきたいなと思います。以上牛乳パックで紙相撲ニュースお送りしました。さあこの後は久しぶりですね、阿弥陀くじバトルロイヤルルールでお送りします。本日のメインイベント全員参加阿弥陀くじバトルロイヤルを行います。さルールです。阿弥陀くじバトルロイヤルを今日はお送りします、ですのでみんな参加できるということになります。今からタイムラインまたはメールに阿弥陀くじの5文字のうちのどれか1つの文字を動画配信サイトのコメント欄またはメールの本文に書いてみてください。
阿弥陀くじをたどった先に書いてあるポイントが最も大きい方が勝利です。なお今日はノンタイトルマッチですからチャンピオンベルトの移動はございません。では曲の間、動画配信サイトのコメント欄にアーミーダークージのいずれかを書きください。メールこちら813@札幌村.jp 813@札幌村.jp。 そして動画サイトご覧の方、ユーストリームやツイキャスをご覧の方、コメント欄にご参加お待ちしております。皆さんぜひね、参加してみてくださいね。いいんですね、はい、いいんですね。クレイ、このままいきますよ。ではいえわ、いいんですねじゃないです、おとなしいですね、いいんですねじゃないんですよ、はい、私の名前はマスクドーミンミン、はい、ではここで一曲お届けすることに。結構引き下がるの早いですよねとうとうね、もう全く触れないでいこうとしますよこの人は。私のコーナーだったんです、もともとは。いやそれだって皆さん思ってますよ。えじゃないでしょ、みんな今、えって今マスクマークですから。マスクドミュウミがチャンピオンだった時期もあるわけですよ。それがどうだいこの扱い。皆さんご存知ですか。ご存知でしょうよ。あのね、この近くに買い物に来たただのマスクマンではないんですよ。いやそれよりもあのマスクかぶってスタジオ入られると困るんですよ。困らないでしょ、だってオタクの番組真っ赤っかになんか変なもんかぶって占い師だっているでしょ。エクチンさん1年前でしょということで1年前だろうとチャンピオンだった時期はあるんですよ。あーエクチンさんそうですか、うん、1年前、うん、へーでそのなん強かったんですかね。強かったですね、チャンピオンですからね。で今は引退なさって。引退はしてないです。引退させられたですね、どちらかというと強引にあの何でしょう、参加すらさせられてもらえない。引退試合とかやったんですか。してないですしてないです。してないんですか。引退してないものだって。いやいや、ちょっと飲み込めないんですよね。飲み込めないでしょうね。だってあなたのその行動が飲み込めないもの。なんであんなに一緒に番組をやってたのにこんな扱いを受けてるのかわからないですからね。あんなに一緒に番組をやってたのに、はい、すいません存じ上げないんですよねよくいるんですよねそういう方。いやもうその辺の人と一緒にしないでくださいよくいるんですよ、うんうん、いるかもしれないけどその辺の人と一緒に飲みに行ったじゃんって僕お酒好きじゃないんだけどねいらっしゃるんですよね、そういう方ね、たくさん。そういう方と一緒にしないでいただきたい。一緒にやってましたから、アーカイブご覧ください。YouTube のアーカイブご覧ください。では、1曲お届けすることにいたしましょう。皆さん、書いてみてくださいね。あ、み、だ、くじ、いずれかお書きください。メールは813@札幌村.jp。そして、動画配信サイトご覧の方、コメント欄にご参加お待ちしています。では、1曲お届けします。ボカホン、ボーカルとカホンだけで作った曲です。つながる。ララ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 、バラバラになったパズルもめちゃくちゃにされた心も肩を寄せ合い信じて一つずつつなぎ合おう。希望が見つからない夜、寄り添い支え合った家族や友達じゃなくても、人は分かり合える生き物だから、この胸に誇れるなら、泣きたくても明日へ誓ったふるさとは取り戻せる、思いの数だけお互いを褒めるなら、いつでも自己犠牲貫いた失ったものあるのに、見上げた青空つながってるよ、ララ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 、色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ、たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、
笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー、みんなが歌い踊れば海も花も星も答えてくれる。負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう、僕たちはつながってる、思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば下が見えるよ、悲しみも勇気になる、絆は広がるかけがえないもの、性別世代言葉なんて。曲はつながるお送りしました。 YouTube で無料配信中です。つながる海坊主で検索をしてみてください。全部ひらがなです。つながる海坊主で検索をしてみてください。 YouTube でね、東北の被災地を行った様子などもね映像で見ることができます。さあ今日は、あみだくじバトルロイヤルでお送りしておりますけれども、初めて参加するというマスクマンの、マスクド、マスクド、あとでちょっとちゃんと聞きたいと思いますけれども、初めてじゃございません。初参加ということで、どうぞ皆さんね、しかも楽しんでいただければ。参加の方法すらもうマスクドミームのこと言ってないでしょ。あなたもこれで参加しなさいみたいなの。ちょっとマイク下げますね。この後あみだくじバトルロイヤルです。あみだくじバトルロイヤルエントリー締め切りとさせていただきます。さあリスナーの皆様全員参加型あみだくじゲームです。あみだくじをたどった先に書いてある、ポイントが最も大きい方が勝利となります。なお今日ノンタイトルマッチですので、結果を問わずチャンピオンベルトの移動はございません。おメールでも届きます。ありがとうございます。ではいよいよ対戦です。初参加の方もね、私の目の前にいらっしゃるんで、どんな戦いになるのか。いつも参加してますよ。え、ただ土俵に立ててないだけです。でも初登場ですね。初登場じゃないです。あなたこう、私が初登場だと思ったら、あなたの目は節穴ですね。なんか毎回、いやあなたの目が節穴ですよ。だってそんなマスクして毎週毎週、それが節穴じゃないですか。一番節穴じゃないです。毎週毎週だんだん記憶消えてってますけど、大丈夫ですか。そんなね、そんな節穴みたいなマスクの人に悪くないですよね。ほんとね、ね、困っちゃいましたね皆さんね。さあ対戦です。全員参加あみだくじバトルロイヤルを行います。さあ青を選んだ選手いますでしょうか。いません。では身を選んだ選手、マスクドフールハーミット選手ですね。マスクドフールハーミット選手ですね。では身を選んだ選手、マスクドフールハーミット。さあどうだ。4ポイント。いいポイントが入りました。あみだくじはたどった先のポイントです。さあでは、ダを選んだ選手、ダはいません。クを選んだ選手は、ラジオネームというかマスクドおもちゃ選手ですね。マスクドエクスチェンジ選手もそうですね。2名ですね。では行きましょう。クを選んだ選手、マスクドおもちゃ、マスクドエクスチェンジ。どうだ。5ポイント。5ポイントです。これで勝利は確定的。ジを選んだ選手はマスクドミュンビだ。初参加。さあどうだ。運命の2ポイント。初参加2ポイントに終わりました。初参加じゃないって言ってたの。何回も、何回やったことあるんですかこれ。何回もだからチャンピオンだったこともあるって言ってんだよ。なんかタイムラインに来てましたね。そういえばあ、もうなんか帰っちゃいましたけど、なんかタイムラインの方でエクスチェンジさんがなんか親切に書いてくださったんですね。私の記憶にないことでしたが、その他のポイントを紹介しましょうね。青を選んだ方はラジオで聞いて、青を選んだという方は1ポイントでありました。そしてダを選んだという方は3ポイントという結果に終わっています。次回タイトルマッチです。どうぞご参加ください。北海道札幌から中継でお送りしました。コマーシャルの後は占いです。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い
美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。牛乳パックで紙相撲、スーパースモーだ。東くん出る、東くんが出る、東くん出る、タッカー見せる、タッカー見せる、残した、東くんの音は、東くんの勝ち、東くんの勝ち。紙相撲がドラマチックに、全道各地の代表力士が集う夢の本場所。実況中継は牛乳パックで紙相撲で検索。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌通運の提供でお送りしました。海明神パレードさんの占いです。どうぞ。どうも皆さん、海明神パレードです。今日も明日から来週火曜日までの1週間占いますよ。カードは黒白赤青、黒白赤青をパレードしながら選んでね。ご予算にパレード。さあ、まず黒を選んだあなた、パレードしながらベテランになれます。さあ、そして白を選んだあなた、パレードしながら、悲観的になります。さあ、そして青を選んだあなた、パレードしながら可愛い嘘をつきます。さあ、そして赤を選んだあなた、パレードしながら不幸になります。さあ、そしてスーパーマーズ見れるかどうかというエクステンジさんからの、占いなんですけれども、カードが0と出ておりますので0回見れます。パレードしながら良い音しよう。今何の音したんですかね。大きな音しましたけどね。メリメリみたいな。大丈夫ですかね。パレードさんの何が落としたんでしょうか、ね、何が剥がれたんでしょうね。ね、びっくりしましたけど。冒頭でもお伝えしましたが、札幌はですね、この1週間は肌寒いという、はい、気候になりそうです。何を捨ててるんですか。くちゃくちゃくちゃって大丈夫ですか。捨ててない、ちゃんとポケットに入れてますよ。くちゃ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 って音をしましたけどね。もうね、慌ただしいんです、この番組終わりのギリギリのところはね。というね、ちょっといろいろ話聞こうと思いますけれども。エクシンさん、はい、関東は明日から晴れが続きます。うん、いいね、梅雨はまだ先ですね、ということで。ああ、でもまあまあね、ね、うん、先に行ってくれた方がいいよね。そうですね。ではない方がいいかもしれないからね。札幌はちょっと肌寒いという日が続きそうですのでね、体調管理、ね、崩さないようにどうぞお気をつけいただきたいと思います。そうですね。あとね、本当雷は怖いというのを身をもって、ね、感じたので、危なかったです。どうぞ皆さんもお気をつけいただきたいと思います、はい。この後夜8時からラードマックスにお付き合いください。ユーストリームでは反省会があります。この時間の相手は私、山田大輔と海坊主でお送りしました。キラキラまた来週です。さよなら。